振り返ってみる時間を設けたいと思います。家族ですね。もうビョッピョギが今もう可愛くて、もう本当にもう次趣味なんですけど、これはもう2021年最高ですね。皆さんこんにちは、ジンです。日本に来てもう今住んでて11年経ちましたね。11年目が2021年。わー、日本に来て長いですよね。もう子供と言ったら、小学校、高学年、受験生、こそ、あともう少しで2021年が終わるんですけども、振り返ってみる時間を設けたいと思います。まず一番近い、身に近いところって、身に近いっていうか、まあ身ですね、身。健康。結構太りました、今年。歴代一番太ってる感じで、まあ 72.2 とか上がったり、まあ 71.7 だったりとか、今一番太ってる時期です。もともとね、ダイエットしてた時に目指していた63にどんどん遠くなってます。はい、運動頑張った時に66まで見たんですよね。あともう少しだったのが、そこでね、こけてしまって、私のせいじゃないよ。運動は頑張ってるんですよ。テニス週3回やってて、私月火水夜テニスなんですよ。今はちょっと忙しくて朝行ったり、まあ行けなかったりするんですけども、運動とダイエットは全然違うということが分かりました。まず口に何も入れないのが重要なんで、なんか口を塗った方がいいのかなと思いますよ。本当に物理的になんか入らないようにどんどん塗ろういやー、なんか口に入れたくなっちゃうんだよね。あとクックイージ美味しすぎて、もう夜食でもクックイージばっかり食べてて、もう本当美味しい。まあお酒もそうなんですけど、まあ、ストレス、家になんか帰ったらなんか食べなきゃいけないみたいになっちゃって、太る原因になるのかなと思って、ちょっと気をつけないといけないのかなと思います。痩せてください。はい、63目指して来年は本当にちょっと痩せた姿をお見せしたいと思います。そしてコスメ販売者としてデブが売ってたらおかしいんじゃないですか。ちょっと痩せるために頑張ります。その次、家族ですね。もうぴょぴょぎが今もう本当に可愛くて、もう本当にもうやばいです。本当に結構変わりました。はい、まあ1歳2歳の時そんなに可愛くなかったんですよ。まあ可愛いけど、可愛いけど、3歳の時にもう爆発です。本当にもう可愛さが爆発で、もう今も家行ったら、もうパパに会いたかったとか、なんか保護失敗よとかよく言うんですよ。会社行くと、まあ泣いたりもする。なんか今年の前半に結構イヤイヤ期っていうか、そうめっちゃ悩んだのが、なんか3歳になってからはちょっと余裕ができたんじゃない、自分も余裕ができて、やっとパパもちょっと見え始めたのかなと思って。ただね、最近お遊戯会やったんですよ。お遊戯会やってて見てたら、他の子はよくね歌ったりとかしてるのに、ぴょぴょぎだけずっと、ほんとこれなんですよ。ちょっと心配しました。本当によくね、子供ってよく緊張したりわからなかったりしたら、歌う時間に歌わないでこうぼーっとしたりとかっていうのは見たことあるんですけど、あからさまにこう避けるとか、こう顔色悪いとか、こう表情の管理もできないとかを見てて、ちょっと心配したんですけど、でもぴょぴょぎには何も言ってないです。よくやったよ、さらげ降りたいって言ったりしてて、ちょっと本当にへこんでたんですよ、ぴょぴょぎが。その日にプール行きたいって言って箱根まで行っちゃったんですよ、ぴょぴょぎのために。で、行くところで後ろ乗ってるじゃないですか、私こうルームミラーで見たんですけど、ずっと表情悪くて、いきなり泣き出したりとかしてた。いきなり、最近一人で泣かないんですけど、だから相当ストレスだったのかなと思って。でもプール行ってすごい楽しく遊んで、ちょっと時間経って聞いてみたんですよ。どうだったって言ったら、恥ずかしいって言うから、ぴょぴょぎは恥ずかしさを知っててやりたくないっていう気持ちが多分大きかったのかなと思って、だから逆に言えば成長してきたのかなと思っていいのかなと思ったり、まあ先生とかは特に言ってなかったんですよ。まあ、毎年子供の顔で違うので、今年よく覚えておいてください、そして来年と比較してくださいとか言うから、まあ逆に安心したんですけど、やっぱり心配は心配あと J ちゃんが一人でいる時間長くなりましたね。私仕事がね忙しくて、朝挨拶だけしてもう出ちゃって、ずっと会えなくて、今も今夜11時なんですけど、もうこの撮影が終わったら多分家も帰るんですが、もう寝てるんですよね。ただ寝てるし、たまに、そう太る理由が分かった。それでちょっと一日少しでも話したいから起こすんですよ。
で出るんですよ、何って言ったらビール飲もうって言ったら、東京水道だけじゃ足りないんじゃないですか皆さん、ちょっと水道飲みながら話そうよとかできないから、ビール飲んだりして結局ラーメンに至る。じいちゃんもラーメン食べてる？食べない。じいちゃんは夜食べない？食べないけど、なんかすごい人生一太ったって言うから、それは私と一緒だから。じいちゃんと一も太ってる、すごい細い、もともとそうだから、一緒にいる時間がちょっと減ったっていうのがちょっと悲しくはなってるんですけど、でも私がやりたいことをいつもまあ理解してくれてるし、なるべく時間がある時には合わせようかなと思ってます。明日も一緒にちょっと新宿に映画見に行く予定で、まあ他の人から見るとよくやってるよねとかって言われるじゃないですか。でも言われても足りないっていうのを基本常に考えて、ちょっと反省しながら、なるべく時間を作るためにちょっと努力が必要なのかなと思ってます。そう、次趣味なんですけど、これはもう2021年は最高ですね。私もう毎週行くのが足りなくて週2回行ったりとかもあるんでいやめちゃめちゃ楽しい、本当に。こう釣りがよくできるようになって、どうですか釣りやってて？ニューワールドです。でしょ、楽しいでしょ、うん、あとお金めちゃめちゃかかるんですけども、でもこの嬉しさ、そして私はいつも言うけど、本当に言ってるだけじゃなくて本当に人生を学ぶんですよ釣りで。この広い自然の中で、この中で私何が得られるか、だから性格出ちゃうんですよね。どうせ釣れないよっていう人と、釣れない状況でも何かしら一枚あげたい、事前に勉強したい、それで反省したり、最後に戦利品で美味しく食べたり、戦利品の結果自体もどう調理するかによって味全然違うし、ダメになったりとかもあるし、それをいろんな人と共有もできるし、本当に人生一通りこう学ぶんですよ釣りって。釣りって何が楽しいかっていうと、自分が事前に用意したいろんな道具、使い方、勉強、想像、でも現実は全然違うんですよ。一発でリールから糸全部出ちゃって切れたんでアウトなんですよ。だから人生にめちゃめちゃ似てる。どんだけ準備しても面接で落ちたら終わりみたいな感じ。でもそこで借りたすっごい安い竿で自分が学んだスキルをちょっとこう使えば、そんな道具でも結構釣れるし、そうだから人生ってそんなもんかなと思ったりするよ。いい人に出会うとか、何かしらのチャンスは準備ができてる人は逃さないとかっていうのも学ぶし、本当に楽しいですよ釣り。ただ釣れた釣れなかったじゃなくて本当に楽しいです。去年ちょうど1年前はキャンプにハマってたじゃないですか。キャンプにハマったっていうのはぶっちゃけお金があんまかからないからですよ。釣りは時間もそうなんですけど、毎回すっごいお金がかかって、ちょっと去年は行けなかったっていうのもあります正直。でも今年はちょっとビジネスがうまくいってて、釣りが行けるようになって、そしてその楽しさを私のスタッフさんと一緒に共有ができて、すごいいい1年になったのかなと思います。あと J ちゃんにも言ったんですけど、 J ちゃん実際釣りできるんですよ。結構釣りできるんですよ。できるし、言ったんですよ、釣り行こうねって言ったら行くっていう、まあ準備になってるので、来年は J ちゃんが釣りやってるところが見れるかも。その次 YouTube ですね。 YouTube は皆さん相変わらず、ずっと伸びていて、今も28万ぐらいになりました。本当ありがとうございます。ペースは、ちょっとゆっくりにはなったんですけど、方向性は一緒です。皆さんと同じく、一貫駆け足として活躍したいし、皆さんといい情報を、交流したいので、これからもよろしくお願いします。で、一番好きな動画は釣り動画です。サブチャンネル、私休日チャンネル知らない方多分多いと思うんですけど、ぜひ見てみてください。すごいいいクオリティで、やっぱりなんつうの、自分ができる仕事、やりたい仕事あるんですけど、皆様に私が YouTube でこうやってお会いできるっていうところは、まあ、自分ができるところなんですよ。サブチャンネルの場合はそれにプラス自分がやりたいことが、動画として残すことができているので、それがすごい楽しいですよね。やっぱり釣りやってる時の顔全然違うんですよ皆さん。 J チャンネルも見てみ、私のチャンネルと顔ちょっと違いますよ。やっぱり生き生きしてます。その次が仕事ですね。本当に今年はまあ恵まれた感じで、本当になんか運がいいなと思ってます。今年は毎月毎月いろんな案件が入ってきて、いろんなね、商品を皆様に紹介することができて、そして私もね実際使ったり食べたりとかして驚いた製品ばっかりなんで、皆さんに紹介したものが、それが皆さんも評価してくださって、そしてそれを見てたクライアントさんとかもすごい満足してたので、すごい良かったと思います。これはまあいい経済の回し方として私もまあ活躍できたのかなと思います。そして今、アイリコスメ、私が日本で展開することになって、皆さんと直接ね、表参道の、アイリラウンジ本店で、もうこれからね、直接会う
機会もできると思うので、そういうのもまあ楽しいですよね。法人を作ってから本当にこうビジネスに集中してて、会う人も結構変わりました。前は友達、そして近い人っていうのがなったのが、今はビジネスに関わる方々が多いですよね。別の世界にいるような感じです。最後に自分の人生ですね。私の人生の目的、目標を皆さん多分ご存知だと思うんですけど、私の人生の目的は人間らしく住むことです。我々の人生で大体社会人ですよね。この社会に入ってない、保険とか入ってなくて稼ぎをしてない狩猟生活をしてる人とかも、その何かしらの組織の中で動く社会人ですよね。まあ 100% 社会人って言っても過言ではないですよね。社会人として人間らしく住むっていうことは、しっかり働いて、しっかり納税して、経済を回して貢献をするっていうことが私の目的ですよね。その目的を成し遂げるために必要なものが目標なんですけど、法人を作る、人を雇うっていうことが私の目標だったんですけど、今ビジネスがうまくいってるので、私の目標をさらに修正をしました。私のね、一緒に働いてるスタッフさんがもっとね、大きくなって、他のね、ビジネスができるように社長になるように私がサポートするのがまた新しい目標です。その代わりにね、今また私新しいマネージャーさんとか今募集をしていて、今探している途中です。前は自分を理解してくれる人だけを探してたのが、今は本当に仕事自体が多くて、たくさんの人を雇用してるようになって、まあすごい嬉しいですよね。いい意味で社会貢献をしているのかなと思っていて、今年私がね、今日本の中で生活をしていて、まあ個人的にも一番評価したいところなのかなと私は思っています。結局私はここまでたどり着いて、さらに上を目指しているように、動かしてくれているのが、いつも後ろでお尻ペンペンしてくれる皆様がいるから、ここまで来て、これからもさらに動けるようになったと思いますので、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。